青風蝶は、スズメ目風蝶科に分類される蝶類。パプアニューギニア固有種全長オス67センチメートル、メス30センチメートル。目の上下は、三日月状に白い。くちばしの色彩は白や、青白色。オスの成長は、全身が黒い羽毛で覆われる。腹部側面に赤く縁取られた黒い羽毛と、青いレース状の羽毛が生える。中央は細長く伸長し、 先端がヘラ状。翼は青い。メスは上面が暗褐色。胸部から腹部が褐色の羽毛で覆われる。翼は単成色。卵を覆うからは淡いピンク色で単成紫色や褐色の反紋が入る。標高1100から2000メートルにある森林に生息する。植生は植物植傾向の強い雑食で、 主に果実を食べるが昆虫、クモなども食べる。繁殖形態は卵生。オスは葉を取り除いた木の絵にぶら下がり、体を前後に揺らす。その後に、レース状の羽毛を広げ、赤く縁取られた黒い羽毛を震わせて求愛する。樹状やヤブの中にお安状の巣を作り、一回に一個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は約18日。生息地では、 羽毛が装飾品として利用されることもある。開発による生息地の破壊、羽毛用や白製用の乱獲などにより生息数は減少している。ありがとうございます。